クリストファー・ロバート・エヴァンスはアメリカ合衆国の俳優。マサチューセッツ州サドベリー出身。父親のボブ・エヴァンスは、司会、母親のリサはダンサー。4人兄弟。姉と俳優の弟、妹がいる。イタリア人及びアイルランド人の血を引き、カトリック教徒として育った。高校在学中にニューヨーク・ブルックリンで行われたサマーキャンプでエージェントと出会い。 高校卒業後、ニューヨークへ移り、いくつかのテレビシリーズにゲスト出演。2005年公開の映画、ファンタスティック・フォー、超能力ユニットのヒューマントーチ役で一役知名度を上げ、ハリウッド期待の若手俳優となった。クリス・アット・コミックコン2011-2011年、キャプテン・アメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーの主人公キャプテン・アメリカを演じた。同作では、ひよだった。 主人公がたくましい肉体を持つ超人として生まれ変わるストーリーを再現するために物語序盤は特殊撮影効果で体を縮小されている。2014年サンディエゴコミコンインターナショナルでのエヴァンス・マーベル・シネマティック・ユニバースにおいてキャプテン・アメリカザ・ファースト・アベンジャーから8年にわたりキャプテン・アメリカを演じ続けていたが2018年3月22日 アベンジャーズ、エンドゲームをもって MCU を引退することを発表。10月4日、自身のツイッターにてエンドゲームの撮影の終了。共演者やスタッフそしてファンに向けて感謝の言葉を綴った。2006年、2年ほど交際していたジェシカ・ビールと破局している。それ以降、民家、ケリー、クリスティーナ・リッチ、エリザベス・オルセンなど、 数多くの交際の噂がある。2016年4月から2018年3月まで女優、作家のジェニー・スレートと交際していた。17歳の頃から東洋思想を、特に仏教に傾倒している。2015年、ギフテッド、ギフテッドを撮影している時に地元の動物保護施設からオスの子犬を引き取り、ドジャーと名付け一緒に暮らし始めた。民主党支持者であり、 2016年の大統領選ではヒラリー・クリントンを支持、トランプ大統領に関する批判を日常的にツイッターに投稿している。上院議員たちの協力のもと、2019年4月に政治的なウェブサイト、A スターティングポイントの立ち上げを発表。同性婚など LGBTQ の権利を支持している。チェーンオブコマンド、チェーンオブコマンド。 ありがとうございます。